はい、おはようございます。今日は10月24日の土曜日で、10時前ぐらいで、最初は小坪橋の下流からで、今日は東京から来た兄と、今年初釣り、コロナでね全然帰ってこれなかったんで、そんな感じなんですけど、まあ兄がねここ好きなんで、ここに入ってバイブレーション、もう投げ、兄もバイブレーション、そんな感じでやってみます。今日は時間は多分暗くなるまで、前回も5時までやって、そこは2匹2バイト2フィッシュだったんで、いやで本当にこれバイブレーションでいっぱい釣れるタイミングだったら、もう多分先に兄が釣りしてたんですけど、その間にボーンって1匹くらい釣れてるんで、それがないんで多分今日も厳しいんじゃないかなと思いつつ、まあ、あとはもうちょっとシャットでスローに巻くとか、もうこれの早巻きとか、この間良かったレベルクランク良かったっつっても1匹しか釣ってないけど、その辺をちょっとリアクション系でやってみたいなと。まあでも今日は本当に何よりも自分が釣るというよりは、ね、初釣りの東京から来た兄に1匹釣らせるという、釣らせるというか釣ってもらうっていうのが最大の目標。自分の35センチ以上は諦めた。いやで、そこでポンってよく釣るんだけど、俺は苦手だけど。はい、今度はいつものホテルの対下流でジャックベイトで、すっげえ釣れそうな雰囲気なんだけど、バイブレーションとかシャットとか投げてノーバイト、2人ともそんな感じなんで、ちょっとジャックベイトで、ローライトだから浮いててもおかしくないからね。意外と岸際なんじゃん。前の夕方ポップアール岸際で釣れた。うわ、寒い。マジででかい？すぐ釣るやん。ちっちゃ。今年初マス。俺がこの間レベルクランクで釣ったとこで一緒だった。TD5？ 安定の TD5 です。いいね。俺のマイサイズ22センチかな。おお、いいじゃん。いいね、いいよ。でも初バスは嬉しいんじゃない。真ん中あらへん、あー、俺この間そうだったもん、レベルクランクでそこだった。おお、うん、連発させて TD5。 ダブルフック、ダブルフック、ダブルフックでかくするな相当。うん、ボロボロ、赤サイレントだけどダートルある。シール変えてやるらしい、目ん玉シール。いいね。じゃあ本当だったら今の時期だったらあれがいっぱい連れてくれなあかんなって、本当に10匹ぐらい連れてくれなあかんだけど、
それも今のも多分単発で終わるんだって。はい、これ最後、養鶏場じゃないわ、なんだっけ、ホテルの下流。結構ね、もう人がいるんで、こうバイブレーション、TD バイブ、プラスブレードのやつでやってみたいと思います。いやもうこれ最近毎度なんだけど、本当に釣れる気がしない。今日は特にまたノーバイトだからね。よいしょ。マジで？2匹目2バイト2フィッシュ TN。 見せて。15センチぐらい不思議はだってよ。